イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。初桃鉄やりましたね。どうでしたか？コントローラーがうまく、僕もだったアナログなんかいかないんだよな。あれ難しいよね。十字ボタンでやった方がいいんだろうな、きっと。でもなんかスイッチってこう十字ボタンでもないじゃないですか、丸が。なんか確かに、なんか4つ、あれがまたちょっと操作しにくいところもあり、だからこう操作性の難しさとルールをそもそも知らんというので、だいぶうろたえた配信になりましたけど、最初ね3年ちょっと短いかも、5、6年ないと厳しいかも、逆転劇とかが見れないかもみたいなコメントもいただいてたんですけれど、実にドラマチックなね、なんか山あり谷ありな、そう、まあちょっとね、今回ねゲストに来ていただいた日向さんはね、はい、途中からずーっとこう血を這うような感じの。そうなんですよね。あれは何なんですかね。なんだろうね。でも私も途中まではずっと、もうプラスもマイナスもないみたいな。なんかやっぱりイソッチを中心に見てるとすごくこうやっぱドラマティックな展開になってたのかな。かな。だといいな。最後グッとこうエンジェルで持っていくっていうね。この先ねまたリベンジとか、まあ、もしくはまた別のゲストの方とか入れてとかってやっていくなら、まあ、ルールをこれから把握していくから、そうね、またちょっとねプレイのやり方は変わっていきますよね、きっとね。あとスタンプをねなんかもらえるっていう機能を知ったから、そうだ、日向さんとかあのチャットで今回参戦していただいたんですけど、あのスタンプで結構意思疎通が取れる可能性もいやーでもやっぱり日向さんのね紡ぎ出すあの低い言葉がやっぱ気持ちがいいじゃないですか、あのスタンプはないでしょうね、なかなかね、あれを表現できる。そうそうそう、使いないよとか。そうそうそう、僕やっぱあのメシアになった、メシア日向はすごい好きだったな。ちょっといつお便りいただいてるので、ちょっとご紹介しますね。ひくらじネームのサムさんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。桃鉄対決お疲れ様でした。初めは日向氏が独走かなと思っていたのですが、貧乏神のあっち池からのあれよあれよと転落していって、シモン氏の独壇場かなからのイソッチさん勝利と、とても面白かったです。日向氏のトレ高分のおかげでとても見ていて面白かったです。リベンジ戦ぜひお待ちしております。頑張れ日向氏ということで、ね。最後の方はねもう日向氏の応援しかなかった。いや、 やっぱみんな日向さんに逆転してほしいっていう感じの気持ちがやっぱ集まりますよね、あれはね。ね、うん、最後ね私シモン氏が勝つと思ってたから、あんな僅差でね。いやでもさ、グラフを見ると実はもうちょっと前ぐらいから、3年目の真ん中ぐらいからもうずっと負けてたんだもんね、イソチに ね。そんな感じしなかったけどね。どこで負けてたのかちょっといまいち分かってないっていう、このエンジェルかな。まあ全体エンジェルだとは思うね。エンジェルかな。だからあの特性霊を使うタイミングとか非常にベストだったのかもしれないですね。ああ、そうか。結果としてね、日向さんから離れろっていうああいうゲームになってしまうという逃走中かなみたいなゲームになってましたけど。日向さんからもね、あの、終わった後コメントいただいてるので、ぜひ読みましょうかね。はい、皆さん遅い時間にご視聴ありがとうございました。磯村氏もシモン氏もチリに疎すぎるんですけど、ウケるで南国でバカンスしながら余裕こいてたら、いつの間にか北の大地の最果てで借金40億と貧乏神を抱えて孤独に果てたので、今度は2人に私と同じ絶望を味合わせようと思います。また召喚してくださいですって。いいですねこの日向節が。そうなんですよね、あのやり方は分かんないままに3人しとこうねって言って、今日まで全然触ってなかったんですけど、事前にでも接続方法ぐらいはちゃんとやっとこうみたいなタイムがあったじゃないですか。あの時、何回かだけこうサイコロ回した時にも、もう我々のチリがない、チリ感がないってところが露呈し、そうね、1回目こう淡路島に向かってくださいみたいな。そうだそうだ、淡路島だった。そうそうそう、私あんまりチリわかんないんだよねって話をして、シモンシモン、ああ自分も自分もみたいになって、日向さんが、淡路島はどこにあるかわかるみたいなことを聞くから静岡でしょって、私それ淡島と完全に間違えてたの。
淡島はでも静岡で合ってるはずなんで、淡島は確か静岡ですよ、合ってますよ、静岡。まあ、でもやってったらね、地方の名産とかそういうのも覚えられるかな、結構勉強になるって聞きますよ、桃鉄やってると。まあまずはちょっと日向さんのご予定次第ですけど、リベンジをどっかでね、やりたいですね。またちょっとそれ以外のゲームなのか、まあ、この桃鉄をまたもう一人ゲスト入れるとかなのかをちょっと含めて、うんうんうん、ちょっとやっていきたいですよねって思うんですけど、はいはい、気になる情報があったんですけど、そっち梶田さんと中村さんのはいはいはい、はい、わしゃがな TV で、うん、そっちが登場したっていう情報がありましたけど、そう、なんかこの本当に桃鉄をやってる時も、うんうん、いそっちさんのなんか名前つけてましたよ、ね、みたいなコメントあって、ね、ありがとうでいいのかなと思ってありがとうってはい、はい、ちょっとなんか話したんですけど、はい、それから一応見ました。でもなんかいろんな人からディスられてたみたいな感じのコメントだったんですけど、はいはい、別にディスられてはいなかったただちょっと中村さんの記憶の中ではイソッチの頭が3つになってたっていうだけの話、ケルベロスね、そんな私たけだけしい感じで中村さんと接してたかしらっていうね多分すごいスピードで3倍ぐらい喋ってたのかもしれないなそうかな、どうかな。でもね、ブクブさんのイラストでイソッチが、ねね、ちゃんと挿絵が入ってるのがすごいよね、あれね。お会いしたことないんですけどね書いていただけてありがとうございま す。完全に特徴を捉えてましたよ。梶田くんが写真とか画像とか見せたのかな。ブクブ先生は私がマコトブレイブルーのマコトの絵をブクブ先生帳に描いたことがあって、あ、いそっち本人がですか。私がそれもそれですごいけど、私が描いたなんかあのポプテピピック帳のマコトナナヤみたいなのがあって、はいはい、イラストで、はい、ツイッターであげたんですけど、うん、おてめえいい度胸してねみたいなやつと、うん、あ、一面のクソ緑を描いてなんかね、どっちかをブクブ先生本人がいいねしてくださって、なるほど、はははって思ったぐらいの距離感わかんないよその距離感は特にその時やり取りもあしなかったの。そう、なんかわーってなって、でも なんかブクブ先生の人物像が全然わかんなくて、うんうん、どのテンションで言っていいのかもわからなかったの。いや、ぜひね、いそちをわしゃがな TV に呼んであげてくださいわしゃがなで何かお役に立てることがあればあるかなまあ、とりあえずね、今回のね、名前をつけてもらったお礼をしに行くってことですよね。お礼どっちのお礼参り的な感じになっちゃいますけどそれでは始めていきましょう。いそっちの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。グラジ、改めましてイソッチです。シモンです。じゃあお便りを読んでいきます。ほいほい。ひくらじネーム、もたアットヨギクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソッチさん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじは、そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年はひくらじの放送が始まり、1週間の楽しみが増えて嬉しかったです。年の後半からは生放送も積極的に行われていて、そちらも自分の楽しみの一つです。今年はどうせ送っても私のメールなんてなどと思わずに、何かいいものが降ってきた時にでもお便りを送ってみようと思います。ありがとうございます。それでは今年も心が育まれる放送を楽しみにしております。2021年お二人がいい一年を過ごせますように。もたさんね、うん、よく配信も見に来ていただいてるし、そうなんですよね、丸ぼかさんも見に来ていただいてますし、あとはたまにひくらじの感想を、うんうん、ハッシュタグを見ると感想をつぶやいててくださったりとかして、ラドルヤの話をピックアップしてくださってたのはもたさんだけだったいや、もたさんね、公開捜査の方とかでも、はいはいはい、あのコーナーを成立させてくれたのももたさんですし、もたさん今の案件もよろしくお願いします情報が少ないんですよ。いや、なかなか難しいんでね、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、ひくらじネーム北原さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。クリスマスバニーマン配信面白かったです。お疲れ様です。配信中に出ていた話題で、今年度のベストゲーム的なネタがありましたが、自分としてはお二人が思う2020年ベスト3ゲームを知りたいと思いメールを出した次第です。もしよろしければ教えてくださると幸いです。ちなみに自分が今年遊んだゲームはダンジョントラベラーズ2、ペルソナ 5R、 デトロイトです。今年もお疲れ様でした。
来年も楽しいラジオや配信楽しみにしています。良いお年を。はい、ははたびたびね、おすすめゲームなどを教えてくださいとか、そうですね、お便りいただいたりとかすることも多いのですが、うん、そうですな、私あれよ、ちゃんと書きましたよ見た見た、締め切りと戦い 4Gamer さんの記事で、ね、はいはい、2020年に発売されたゲームからのベストっていうのと、他の映画だとかアニメだとかのメディアミックス系とか、うんうんうん、注目した人みたいなのの記事があるんですけど、あの締め切りがですね、何日中って書いてあって、はい、何日中ってことは0時を過ぎなければ何日中じゃないですかいやそんな厳格なチェックをしなければいけないほど、はい、で OK OK って思って、うん、途中で気づいたんです、うん、日付が変わる時からこの記事を皆さんのね、書いてくださった他のねクリエイターさんの記事とかをまとめたりとかするだろうかと。なるほど、出社してからではないのか。なるほどね、つまり0時まででなくても出社する時間である朝の9時もしくは10時までに届いていれば問題がないはずだ、うん、ダメなやつの考え方ですけどいやちゃんとまず一回担当さんに、はいはい、あのすいませんとお伺いして、ちゃんとお伺いしてはい、はい、そしたら全然いいっすよって言ったから大丈夫だったんですけどえ結局結構ギリギリまで。そうなんですよ、なんかねその日ね、うん、なんか眠くて、あ出たまた出たよなんか起き上がれなくて、ね、ちょっと余裕ぶっこいて寝てたんですけど、はいはいはい、ちょっとそろそろ書かないとあれだなって思って。4ゲーマーさんで書かれてたこととか、うんうん、今までねひくらじで話してた内容とか、はいはい、以外になんかもしおすすめのゲームとか、まあ、ちょっと面白かったなってなったらぜひここで。以外、うん、あげたのはヘルテイカーだったんですけど、うん、そうですね、まあ、みんなどうせ動物の森とか、うんうん、ゴーストオブツシマとか言うだろうなと思って、はいはいはい、なるべく合わせない方がいいなと思って、ちょっといろんな選択肢をね、そう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 、うんうんうん、読んでくれる人がこれが流行りだったんだなって思うのもいいんだけれど、うん、あんまり統一されちゃうと、まあまあまあ、ああいうね、うん、いっぱいな人が書いた意味なくなっちゃうかなと思って、はいはいはい、自分っぽいものを選んだんですけれど、うん、あの Steam のゲームがすごい当たり年だったかなって思いますね。なるほど、前もちょっと違うとこで言ったんですけど、うん、ゲームメーカーさん PS5 とかになるとそれなりにやっぱりお金が必要じゃないですか、開発費が。まあね、2年とか3年もかかるしね、時間もね。でも俺はシンプルなゲームじゃなくて、サイバーパンクみたいなもうゴリゴリの 3D ゲーム作りたいんだっていう方も自分ができる範囲で作らなきゃいけないって時もあると思うんですよね。ああ、なるほど。なんかね、それがちょっとね心苦しいというかね、私的に大きい会社じゃないから作れないとかなるほど、高性能なマシンだから作れないっていう有能なクリエイターさんがいるっていうことがちょっと嫌なわけですよ。はいはいはい。でも Steam でその人たちが作られたゲームって本当にゲームが好きで生み出した作品に見えるの。まあ、Steam もすごいいっぱいゲームあるので、その中から私がやった範囲ですけど、うん、良かったですよっていうゲームに皆さん目を向けていただければ、もしかしたら大きい会社がうちで作りませんかって声をかけてくださる可能性もあるわけじゃない。なるほど。そういうことになるといいなって思いながら記事を書いている私にそんな力はないけどねって思って。また熱いメッセージがありましたねそういう感じしません？ゲームって。フリーゲームとかもそうなんですけど、うんうん、フリーゲームはなんかやっぱプロの人には作れない情熱があるから。確かに。どうしてもほらクリエイターさん、クリエイター業だけで会社は待ってくれなかったりとかさするわけじゃない。そうね、納期この日までにやんないと違約金ですよみたいな契約あったりとかする場合もあるでしょ、はい、分かんないけど、はいはいはい、いやあるでしょ。大きいプロジェクトであればあるほど、まあ、やっぱ関係者が増えるといろんな人の意見も聞かなきゃいけないとかあるし、うんうん、まあ、売り上げの、ね、予測がしなきゃとかいろいろやっぱりしがらみはどうしても、ね、そうそうありますよ ね、うん、もしかしたらね何かこの日にアニメ化スタートさせるんだからとかって、うんうんうん、他のラインが走ってる場合もあるからさ。ああ、それ痛い話だな耳に痛い話だはいはいはい、ありますあります。なんかね、なんかそういうことを考えると、うんうん、いくら時間をかけてもいいわけじゃないですか、フリーゲームとかって。確かにね。その分情熱があったりとか、うんうん、その時の世相とかを入れていたりとか、うんうん、企業では表現できないものを入れていたりとかするので。なるほど。純粋の塊みたいな、そういうものを感じれるんですよ。僕ちょっとまあ同じような理由というかかどうか分かんないですけど、うん、うん、インディーズの 2D のゲームとか好きなんですよ。はいはいはい、わかるわかる。シンプルなゲームで、うん、3D に弱いとかもあったりするじゃあするんですけど、うんうん、ここに挙げてもらったデトロイトとかも僕やったりはしてるんでやるんですけど、うんうんうん、でもなんかちょっと 2D のアクションってこう限られた条件の中でどうゲーム性を作るかみたいなのがやっぱあっ
って、わかるわかるわかる、制約がある中のねっていう、そうそうそう、それがね、うん、やっぱファミコンのね制約の中でどうやってゲーム作るみたいな、うんうん、あれにやっぱちょっと近しいものがあって、なんかそういう意味では僕もインディーズのゲーム結構触ったりするんですけど、僕今年じゃないな、出た年数は結構前ですけど、ボムチキンっていうゲームは結構おすすめでした。ボムチキン、うん、へえ。任天堂のインディーズかなんかで出てると思うんですけど、ニワトリがね卵の代わりに爆弾を産むっていうだけのシンプルなゲームなんですけど、へ、うんうん、要はジャンプができないっていう制約を入れてるんですけど、あそこを爆弾を産むというなんか解決するっていう、有名かもしれないですけどね、もしやったことない方はちょっとやってみてほしいなって、な今まで話したことないゲームではここら辺かな。田原さんがプレイされてるあのペルソナ 5R は私がちょうどやっててちょいちょい進めているんだけれど、うんうん、なんかね50時間やってもねまだね8月とかなんだよねこんなだっけって思って、一回あの無印をね何周かしてるから内容的には分かっているし、うんうんうん、まあ追加の分だけだろうって思ってたんだけど意外とワイヤーアクションでいかないといけない部分が分かんなかったりとか、うんうん、私ねあの高低差があるところのギミックって結構苦手なの、うん、ゼルダのスーパーファミコン版が私最高に面白かったんですけれど、はいはい、次のゼルダもやらなきゃって思って、うん、次がね多分64だったの、はい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 、でやってみたらもうなんか 3D になっちゃっててさ3D になってショットとかフックとかを上に打ったりとかするんだけど、うん、打つ場所とかのヒントみたいなのが全然私もいっぱい見てると酔っちゃうし、本当成長しないで終わったのよリンクが成長したあのかっこいいリンクで馬に乗りたかったのにそれすら叶わずなんだよってなってなんかねその時のことをちょっと思い出すぐらい、そうワイヤーアクションでふってくんのよね。なるほど、うん、だってあれ無印も80時間ぐらいだったかな初見の時とかって。あでも86とかだったかも私も。追加ボリュームが出てるから、うん、やっぱ100ぐらいってことですよね。いくのかな。だって今夏で50でしょ。そう50よ。半分いったかなぐらいだよねきっとね。後半の方がちょっと早そうではあるんだよね、うん、あのうんうん、キャラクターとのコミュとかもだいぶほらなんかマックスになっちゃったキャラとかも出てくるから。でもねこっからでしょ、前作のストーリーが一応終わった後にドガンと追加された部分が秋ぐらいからだっていうか結構かかりますな。そうなんです。まあ、 あの配信するほどではないじゃない、やっぱ RPG で一回やったことあるし時間がかかっちゃうしね。私がもうただ単にうろうろしてレベル上げてるだけだったりとかするからはい、はい、面白かったところでシェアボタンで一緒に出してましたね、ツイートしてましたね。そう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 、うんうん、ここかって思いながら見ていただければね。もうなんかそうこうしてる間に僕さくな姫クリアしちゃいましたから。そうさくな姫、うん、うちの配信のなんかちょっと不安定さが、うんうん、なんで不安定だったかっていうのが分かったんで、はいはいはい、ちょっとそれが改善されたらもう一回やろうかなって思ってる、ええ、でもねさくな姫もそうだよ、インディーズじゃんもともと。そうなんだよね、変な話ちょっと狂気と言ったらあれだけどここが面白いんだって思って、うん、そこをこう突き詰めたゲームってやっぱ心を動かされるところがあるよなっていうね、ね、そうそう、うん、お正月さ夜、うん、夜中さくな姫の CM とかテレビで流れてて感動しちゃったもんね。そうなんだ、すごいね。めっちゃ流れてる、めっちゃ流れてる。でもテレビ見てないんだよなあ、そうかそっかそっか、結構ね私あの流してて、マーベラスって出て、えマーベラスって思う。ちょっとそういうの嬉しくなるね。1ミリも開発に携わってるわけではないけどなぜか嬉しいっていうね。わかるわかる、応援を陰から、うん、させていただいてますがみたいな。いやそっか、うん、ね、はい、ありがとうございました。お便りコーナー後半戦に続きます。ひくらじではでは後半戦お便りご紹介していきましょう。はい、ひくらじネームもっちさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじは、生配信お疲れ様でした。これあれですね、きっとバニーマンの時ですね。ほうほうほう。今回もお腹が痛くなるくらい笑わせてもらいましたよ。クリア後の集中力が切れてからのチリっぷりが見事でした雑になってるからねあれ。私事ですが本日仕事でやらかしておりものすごく落ち込んでいたのです。あらあらあら。そんな中の通常のラジオと生配信、クリスマスのひくひくエピソードやライブ配信でだいぶ笑わせていただき、自己肯定感がどん底だったのがちょっと上向きになりました。本当にありがとうございます。21年の目標はお二人のバニーマンのように
何度無残に倒れても頑張って完結まで持っていくにしようかと思います。お今年はいろいろありましたが、ひくらじのおかげでとても素敵な時間を過ごせました。ラジオへの投稿ももちろん採用も初めての経験で視野が広がった1年でもありました。ありがとうございます。感謝感謝です。ちなみにお二人に感謝と応援の気持ちをお伝えしたいだけなので、ラジオ内で読んでいただかなくても構いません。もっと内容の濃いメールを優先してください。そんなことないですよ。長文失礼しました。お体ご自愛ください。それでは。何度無残に倒れても頑張って完結まで持っていく、これがね伝わったようで、我々もね。そんな高尚なテーマを込めてましたか。もうね、無残に倒れるの中にね、2人で落とし合ったり蹴飛ばし合ったりしてるもたくさんありましたからね。最後の方ね、なんか勢いが必要かなって思って、こうちょっと落としちゃったんですよね。確かもっちさんね、最初名前が違ったじゃないですか。あー、はい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 、そうだそうだ。でももっちさんにしちゃいなよっていうところからのお付き合いで、たくさんメールをいただいてありがとうございましたと。ありがとうございます。なんかね、仕事でやらかしており、うんうんうん、まあね、やらかすことなんて誰だってあるんでね。よくあります。バイトしてた時にこうなんかやらかしちゃったりとかすると、はいはい、ああ私たち時給下がったみたいな。よくわかんない、下がることなんかないんだけど。そうやってね、自分のね、そう気持ちになってた。僕だって2000万吹っ飛ばしたことありますから。どういうこと？働き始めの時にね、このメール送っといてって言われて、どこにですかって言ったら、ここにって言われたから送ったら、お前そっちじゃないよって言われて、指示通り送ったんですけど、それでなんか2000万吹き飛ぶっていう、みたいな。恐ろしい。まあ2000万本当に吹き飛んだかどうかは知らないですけど、なんかそういう風に言われて、働き始めてすぐ胃がおかしくなった時がありましたね。それはそうですね。確かに、まあきっとなんとかなったんじゃないでしょうかね。その案件はなくなりました。まあまあまあ、そういうこともあるんでね、はいはいはい、それもいい経験ですよっていうことで。なるほど。では続いて、グラジネームゆういちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いそっちさん、しもんさん、こんにちは。こんにちは。先日のラジオでいそっちさんが夢の中で三石さんから、三石琴乃さん、はい、から怒られたと言っていたので、夢占いを少し調べてみました。ありがとうございます。まず怒られる夢は自分自身に悪いところがあり、どうにかしないとと思っている時に見ることがあるそうです。イベントでうまくいかなかったとおっしゃっていたので、それで怒られる夢を見てしまったのかもしれませんね、そして怒られる夢には怒っている相手に構ってもらいたい、認められたいという意味合いもあるそうです。性癖の話もあったので、実は三石さんに構ってもらいたいと思っているのかもしれません。あと怒られる夢を見ると出会い運が上昇しているらしく、意外な方とのつながりができやすい状況にあるそうです、先日から漫画家の方たちとつながったりしているのも、もしかしたら怒られる夢の効果なのかもしれませんね。怒られるというのは悪い意味合いですが、夢占いでは良いことの暗示みたいですから、ご心配なさらず。寒いのでお体にはお気をつけて頑張ってください。応援しています。よく言いますよね、悪い夢は意外といいことの暗示みたいなね、ね、ありますよね。ピンポイントで三石さんに認めてもらいたいというよりは、なんか三石さんとお仕事をご一緒できるぐらいの自分になりたいみたいな、なんかそういうあれはあるかもしれないですよね。あ、まあそうですよね。やっぱりそっちはそこら辺しっかりしてるというかね、まあでも意外な方とのつながりっていうのは、なんかもしかしたら出会い運暗示してたのかもしれないですし、まあ確かにその、ちょっとしょんぼりして、家のドアも閉めずに寝る前に気づいた私ですが、はいね、ベーシスケープの金田さんと工藤さんとお会いしたりとかしてね、そうだね、まあ、プラスの気持ちにはなっているので、ね、出会い運上昇っていうのは頷けるかな。これちょうどこの収録が、まあ、もう1月3日にはなりましたけど、新年じゃないですか、はい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 、ここでね夢っていうと初夢とかは気になるところなんですけど、はあはあはあ、そっちは今年は初夢はどうですか？まだ見てないかも。あの30日か31日とかには見たんですけど、はいはいはい、多分それは初夢じゃないんですよね。そうなんですね。1日の夜寝たものだよね。1日の夜以降だと思うので、2020年最後に見た夢は、なんかとんでもないクソゲーをやったの。それで、マリエッティって、あの三宅マリエちゃんとよく私ゲームの話とかを LINE し合ってるんですよ、マリエッティに、あのゲーム超クソゲーだよっていう、なんか絶対やんない方がいいよっていう警告をすごい送ってる夢を見た。随分リアルに近い夢ですねこれね、うん。僕
だからこの初夢の話ひくらじでしようかなと思ってたから、うん、ほうほう夢見たらちゃんとメモっとかなきゃと思って、えらい今メモが手元にあるんですけど、はい、おかみさん脱出、うん、うどんって書いててこれしか分かんないっていうね。え、覚えてないの？全然覚えてない。おかみさんが出てきて脱出、うん、でうどんが全く分からないんだけどうどん屋さんとかうどんをアイテムにするとかよく逃げる夢は見てるから、うんうん、多分逃げてる夢だったのはなんとなく覚えてるんだけど、あれじゃん、おかみさんが追っかけてきて、うんうんうん、逃げてて、うん、うどんはあの龍が如くみたいな極みアクションみたいなあのおかみさんにパーンっ ってそんなひどい夢だったかな。いやでもなんかね、起きた時はあすごいよくできた夢だ、今メモらなきゃと思ってメモったはずだったんだけど、メモを見返すと本当に意味のわからない夢になってしまってうどんだけでもなんか出てくるかね。確かに夢占いとかでちょっと調べてみます。見てみますか。あ、いい夢だ、うどん。え、でもうどんを食べる夢、うどんを買う夢、うどんを注文する夢うどんを投げつける夢はないな。でも投げつけてないかもしれないまあ確かに何をしたかはちょっと覚えてないけどでもまあうどんが象徴してるのはエネルギーと努力らしいですよ、うんうん、じゃあ普段の何かが出たのかしら。そうそう、努力とかそういう。あ、もう詳細はわからないんであれですけども、また来年ということでじゃあちょっとまたあれですね、イソッチのこの先もしかしたらどっかで初めて見る夢はきっと初夢ということで。あ、そうだね、覚えてたら、じゃあ覚えてたらぜひまたここで発表してもらったら、うんうん、それをまたきっと誰かが診断してくれるんじゃないかと思いますので夢診断士誰かね。え、なんか逆に皆さんが見た面白い初夢とかちょっとそういうのもあったら聞きたいですよね。ああ、うん、なるほどね。それで本当にそういうことが起きたのかとか。ああ、確かに言われてみればとかね、うんうんうん、思い当たる節があるぞみたいなのがあればね、添えていただけると知りたいですね。はい、たくさんのお便りありがとうございました。ということでエンディングの時間です。結構盛りだくさんでしたね。そうですね、まあ2時間ぐらいあの桃鉄をやった後ですからね確かにね、ずっと喋りっぱなしだし、ええ、うん、なんかお腹も空きますわ。そうですね、うん、ちょっと軽く何か食べたいですな、夜中ですけどね。でもお正月だからか、うん、いろんな方が見てくださって。あ、そうですね、ありがたいことに。ありがたいですよね。よろしければひくらじにも、ぜひぜひひくらじにも、うん、それをひくらじで言ってるからねしかもエンディングまで引っ張っちゃってるからねなんで言わなかったんだろうね、あの配信中に。そこの宣伝もしていかなきゃいけないですな。下手くそなんだねそんなね、はい、まだまだのひくらじですが、番組各コーナーでは皆さんのお便りを募集しています。概要欄に掲載のひくらじ公式サイトからお気軽に投稿をお願いします。募集しているテーマは質問、感想、自己肯定感ひくひくエピソードなど自由にお送りください。ふつおた、チャレンジしてほしいことやアプリのアップデート要望などひくらじを広げる投稿をお待ちしています。自己肯定感向上ミッション、我々に熱くプレゼンしてほしいお題を募集、エゴ爆発ライトニングトーク、あの作品を探せ、捜査情報と案件依頼どちらでも OK、 思い出公開捜査となっています。漫画を探してるんですけど、うんうん、情報が少ない。リプライとかね、なんか、うん、YouTube のコメントとかでちょろっと書かれてたりとかするんですけど、うん、確信を持ってこれですっていうのがなくてですね、うんうん、我々も探しているんですが壁にぶち当たっているので、ちょっと一度振り返りましょうか、はい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 、今募集してるのはおそらく30年ぐらいの漫画でコロコロコミックで多分連載してたと思われると、うんうん、まあ、ファミコンゲームで対決するっていう、まあ、あの当時はよくあった系の漫画かもしれないですね、うん、グラディウス、コナミさんから出てるあの横集だと思うんですけど、このグラディウスを取り扱った回でお母さんに画面全体を見ることが重要と怒られるというシーンがあったと、うん、列車か何かの車輪の回転数を数えるぐらい動体視力を身につけて、お話の最後には木をパッと見ただけで花びらの枚数が分かるようになるというなんかちょっとしたバキみたいな、あれですね、動体視力がもうプロボクサー並みになったみたいな、なんかそういう漫画を探しておりますと。詳しくはシャープの29でトークしてますので、もしかしたらって思った方はですね、面倒かもしれないんですけど聞いてみてもう革新的にこれだじゃなくて、もうこれじゃないですかとか、うん、こういうのが見たことがあるかもっていう情報だけでもね、いただけたら選択肢をこう絞っていけたりすると思うので、お気軽に投稿していただきたいなって思ってます。ファミコンロッキーじゃないはずっていうのを
投稿者の方がおっしゃってたので、うんうん、それ以外でもしかしたらコロコロじゃないかもしれない、ボンボンかもしれないみたいなね。多分ねここの時期たくさんあったんだよね、いろいろの手の漫画が、うん、小学1年生とかそういうのにも載ってたような気がするから、あファミコンの世界に入ってとかってあったんで、あのファミコンロッキー無料公開されてて、はいはいはい、途中まで読んだんですけど、うん、なんか違う気がすんな。なるほどなるほど、暇を見て私はちょっと読み進めていくあと今普通歌のコーナー以外のお便りがちょっと少なめになってるので、うん、まあ、そっちに投稿していただけるとちょっと採用率が上がるかもしれないです と、はい、はい。で、はい、来週はライトニングトークをおーやるんですか、はい、事前にテーマはお伝えしておきますので、はい、ちょっと何話すか考えておきましょう。そうですね、方法もね変えるかもみたいな、そうね、あやふやな話を前回してましたから、はい、それでは自己肯定感低めラジオ今週はここまで。お相手はイソッチこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバーイ。